日本シリーズの地上波中継7戦中5試合が TBS。 ええんか、親会社やからええやろ。延長なしでええよ。ええやん、フジばっかよりははるかにマシ。もし第8戦があるならそのままハマスタで開催されるため TBS になるもよ。オーナー辞めてからもずっと TBS だろ。完全には断ち切ってない。ベースの過去10年は A クラス7回、 B クラス3回、普通の球団になった。実況解説は誰がやるか決まってるん？一応ベースは TBS が株少しだけ持ってるんや。 TBS って福岡もやるんや。テレ東が1試合くらいやるのかと思ってたけど、シーズン中は一切放送しないくせに日本シリーズ出場決まった途端これか。TBS がベイスターズの親会社だったことを知っている人はどれだけいるのだろうか。野球ファンでも知らない人の方が多いやろ。日テレやとアナウンサーがうるさいし古臭いから嫌やわ。巨人のいない日知りなんて局にとっては罰ゲームだろ。日テレってちょっと巨人びいきすぎるよな。西武って昔は TBS だったような気がする。中継中に大谷のハイライトばかり流しそう。オリックスは関テレつながりで藤が多いな。ご視聴ありがとうございました。